最近欲しいものは、目ですとか言えばいいよ。やだ、言えないよ。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量でーす。この度、チャンネル登録者数2万人突破。ありがとうございまーす。ありがとうございまーす。いやー、嬉しいよ。うん。ね。うん。今日するのはですね。はい。まあ、最近新しく見に来てくれてる方がどんどん増えていてて。うんうん。まあ、前も何度か自己紹介をやってきたんですけども、うん、また改めてこの動画を見れば、うん、少量チャンネルっていうのはどういう人たちがやってるのかっていうのがわかるやつを作りたいなと思って、今回最新版の、はい、自己紹介動画。はい。はい。なります。最近ですね、コメントとかでも、お友達だったりとか家族の方とかに、うん、僕たちのチャンネルを紹介していただいてるっていうコメントたくさんいただいてるんですけれども、はい、初めていただいている方々にも、うん、この動画を見たら僕たちのことがもう全部わかりますよっていうね、うん、内容をねお届けできたらなと思っているので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、では早速、はい、やっていこうと思います。終了。まず名前。はい、はい、ん、あ、俺から。まず翔太からでしょ。はい、はい、翔太です。はい。ちょっとです。僕、りょう一です。はい。はい。年齢と誕生日。はい、年齢と誕生日。は、僕は25歳で、10月31日生まれです。はい、僕の年齢は38歳で、4月の11日生まれです。はい。はい。はい、血液型。はい。はい。僕は A 型です。僕も A 型です。はい。はい。出身地は愛知県名古屋市です。はい。僕は熊本県熊本市出身です。はい。はい。趣味。はい、趣味。はい。趣味は、YouTube 見ることと、うん、動画編集を趣味でやってます。うん。僕の趣味はですね、最近は、まあ、料理作ることかなーっていう感じですね。うん。うんうん、なんかこれといって趣味っていうのが最近ないんだけど、料理作るのは好きでやってます。はい、次、経歴は。経歴。うん。はい。僕はですね、うん、料理の専門学校を卒業した後に、うん、地元で料理の仕事で就職したんですけども、うん、1年経たないうちにその会社を辞めて東京に来て、うん、で新しく仕事をついて、うん、それで辞めて今 YouTube をやってます、うん、はい。で僕はですね、まず、まあ、学生を卒業した後に、まあ、ホテルに就職してホテルマンをしばらくやってたんですけど、働いてる時に、あ、俳優やりてえと思ってしばらく俳優を目指してた時期があって、で福岡のなんか養成所みたいなところに通ってた時期があるんですけど、その後にまあ、そこの養成所と東京の養成所のつながりがあって、うん、その関係で東京に来ることになったんですけど、うん、もう俳優自体は東京に出てきても1、2年くらいで諦めちゃったんですよね、うん、でその後はもう普通に飲食店とかで働きながら今に至るって感じですかね、うん、そもそも僕らの関係っていうのをお伝えしようと思うんですけど、僕らが出会ったのが2016年の秋頃で、うん、そこからまあお付き合いをで、うん、まあ一緒に住み始めて、うん、で、2018年の、9月の6日に中野区のパートナーシップ宣誓を2人で、ね、うん、申請して、うん、受理してもらって、うん、今は中野区でパートナーとして生活してるって感じですね。はい、はい、で、同じ年の2018年の11月に披露宴をやりました、うん、友達呼んでね、うんうん、うん。楽しかったね。楽しかった。うん。で、その時の、まあ、思い出、すごくいい思い出なんですけど、披露宴の当日に、まあ、翔太はもう、前の日とかからもすっごい緊張してて、当日の朝もすっごい緊張してて、どうしようどうしようみたいな感じになってたんですよね。で、逆に僕は、大丈夫だって、翔ちゃんもう大丈夫だから、みたいな感じで言ってたら、その式の始まる直前に、ウェルカム VTR みたいなもともと撮ってて、はいはいはい、でそれがまあ皆さんがスクリーンで見てる時に僕たちは横で、うん、まあ隠れてたんですよね、登場するまで。そしたらなんか
それでいざ登場するってなったら僕の方が感極まっちゃって登場した時にはもうボロ泣きみたいな。そうで、それに翔太がなんかちょっとえみたいな。直前まで翔太の方がド緊張したのに、いざ登場した時は僕の方が号泣してるっていう。そうそうそう。なんかみんなのテーブルの間をさ、二人で手繋いで、まあ拍手で迎えられながら歩いてる時に、もうすごい恥ずかしいけどね。いい思い出です。はい。はい。じゃあ次は僕たちの幼少期の時の夢、はい。はい。について。はい。小さい時の夢何？小さい時の夢は、なんだったっけな。あんまちょっと記憶がそこまで曖昧なんだけど、小学校の先生とか、あとアナウンサーになるのが僕の中では夢でしたね。アナウンサーは聞いたことあるの、うんうんうん、僕の小さい時の夢は、それこそ、うん、あの小学校の先生。俺も小学校の先生になりたかった。あとはね、声優さんとか言ってた、小学校の時、友達に。そうなんだ。うんうん、そしたら、学生の時にやっていた部活。僕は、陸上部をしてて、それでハードルをやってました。僕は、吹奏楽部で、クラリネットやってました。もう今は、絶対吹けなく、吹けなくなってると思うけど。YouTube はいつから始めたかというと、2018年の10月31日で、はい、その日は僕の誕生日、24歳の誕生日の時から始めてんですけども、2018年のパートナーシップを、して、その翌11月に、披露宴が行われるまで。で、最初はその披露宴の映像だったりとか、その真面目な回とか、いろいろやってたんですけど、もう今はもう普通のカップルがすることを、配信することが一番、まあ、手っ取り早いというか、見てもらえるものなのかなと思って、素のままを見せるのが一番いいことなのかなと思ってやってます。で、今でこそ、新しいそのゲイの方とか、素敵な方がいっぱいいらっしゃるんですけども、その当時はなかなかいなかったので、でもこういう僕らでも披露宴ができるんだぞっていうのを、やっぱり発信すべきことなのかなっていうふうに思って、YouTube でもいいし、もうなんかブログとか、まあなんかいろいろ媒体とかある中で、その YouTube がやっぱ見られるものかなと思って、そこから始めたわけです。そうだね。最初始めた頃は、なんか僕たちの、まあ記念みたいな感じで、あの、ホームビデオみたいな感じで残せたらいいねとかいう話もしてたよね。でもなんかそのやっていくうちに、僕たちみたいなゲイカップルが身近な存在なんですよっていうのを、あの見てる方に分かって欲しくなってきたっていうかね。やっぱり YouTube を見てる方だったりとか、カミングアウトしてないね、LGBTQ の方もたくさんいるし、でもその SNS とか YouTube とかを通じて仲間がいるんだよ、同じ考えを持ってる人たちがいるんだよ、同じ悩みを持ってる人たちがいるんだよっていうのを伝えたくてやってるっていうのもあるよね。なので、まあ学校とか職場とか、隣のマンションの一室とかに、まあ僕たちみたいなゲイカップルが普通にいるんだよっていうのを発信できたらいいなっていう感じでやってます。ひょうにょ。はい。はい。真面目。ちょっとつまんないからさ。いや、自分も大概つまんないよ。ふざけんなよ。自分も大概クソ真面目に喋ってるくせになんで、いやでもそういうのもあっていいんだって。ダメ。いいんだって。面白さも欲しい。じゃあ面白いこと言えよ、お前、俺がなんか言おうとしたらさ、散々なんか邪魔するくせにさ。だったらもう翔ちゃん面白いこと言って。え？だったら言って、翔ちゃん面白い。でもさっきのほら、ん？披露宴のエピソードとか面白いこと言ってた。そうなんだけど。だとフェチとか、フェチとかどっちがタチとか受けとか言う？言わないで。最近欲しいものは巨人族の花嫁ですとか言えばいい。やだ、言えないよ、そういうのは。終了。とりあえずね。うん。まあ僕らのこういう日常を伝えていけ、いくのが一番いいなって思って、もう真面目なこととかわからないから、でも普通のさ、こういうのをさ、映せれば、それが一番ね、いいし、あ、こういう感じなんだ結局、みたいな。普通じゃん。みたいな。ね。そう。特別でも何でもないし、そうそうそう。そうそうそう。そういうのがいいのかなって思って、で恥じてね、だからまあたまにふざけて、たまに笑えて、ね、たまに Vlog してみたいな
ことを発信してます、うん、まあ僕たちらしさがね、はい、出てたらいいなって思うよね、うんうんうん、はい、はい、というわけで今回はこんな感じで、うんうんうん、はい、というわけでですね、今回の動画は、うん、僕たちの最新版自己紹介を見ていただきましたけれども、うん、少しはね僕たちのことが伝わったかな、うん、大丈夫かな、多分分かんない、うんうん、またね、いろいろ質問だったりとか聞いてみたいこととかがあれば、はいはい、動画のコメントだったりとか、うん、ツイッター、インスタにね、うん、送っていただければ、またそれ、うん、質問コーナーみたいなね、いずれまたできたらいいなと思っているので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ではですね、今後とも僕たちのチャンネルをよろしくお願いします。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、ネクトコもお願いします。ではまた。